どうも、福祉用具屋の後藤です。さて、皆さん、私がやっている福祉用具屋さんチャンネルの1本目の動画覚えてますでしょうか？もちろん覚えてますよね。こちら、福祉用具専門相談員の本質とはというタイトルでですね、動画を撮らせていただいたんですが、私が思う福祉用具専門相談員の本質は、福祉用具のプロではなくて住環境のプロであるっていうことなんですよね。さて、皆さんはどのようにして利用者さんの住環境の整備、危険箇所や改善案を提示されてますでしょうか？実は弊社後藤ライフクリエーションでは、創業以来必ずですね、利用者さんのご自宅の図面を書くようにしております。口頭だけではなく、写真だけではなく、実際にね、利用者さんのご自宅の住環境を、このプロの福祉用具専門相談員が見た上で、玄関、トイレ、お風呂など危険な箇所をですね、提示するようにしています。そうすることによってね、福祉用具専門相談員の提案もね、きちっとできますし、利用者さんやケアマネさんの納得感や安心感が全然違うんですよね。安全はね、もちろん福祉用具で担保しますが、安心の部分はね、僕たちのこの立ち居振る舞いであったりですとか、こういう図面を描けるというスキルなどでね、利用者さんが安心できる担当福祉用具専門相談員になりたいと思っております。そこでですね、この全国の福祉用具貸与事業所のスキルをガンと上げるためにも、今回この後藤ライフクリエーションが行っている図面の描き方研修をね、オンラインにて初めて開催をしたいと思います。結構ね、これ開催するにあたりまして、いろいろ試行錯誤しながら、もう1年以上かな、こう資料を作り変えて、こうブラッシュアップをしてきました。ようやくね、皆さんにお伝えできる日が来たのを嬉しく思ってます。もう先に言っときますけどね、この図面かけて損することないですし、図面を描くスキルや提案などはですね、福祉用具屋さんをやってる限りですね、一生使えるスキルです。いやいやいや、うち図面は CAD で描いてるから手書きよりも綺麗やし、手書きの図面も、いや、工務店の人から習ってもっと細かくね、描けてるねんとかね、いろんなご意見あると思いますが、ただ弊社が提案してるのは、福祉用具屋さんには福祉用具屋さんの図面の描き方があるっていうことですね。私たちが目指してるのは、数日経ってから綺麗な図面を出すのではなく、家を建てるような細かい図面でもなく、その場で素早く綺麗にというのをモットーにしております。そんなサービスをですね、10年以上やってるからこそ、後藤ライフクリエーションは成長できておりますし、これからもね、利用者さんに安心と安全を届けるべくサービスをしていきたいと思っております。皆さんもね、こんな図面描けるようになりたくないですか？もちろんね、多少の上手い下手っていうのは人によって様々ですけども、今までね、弊社の従業員で図面が描けなかった人は一人もいません。皆さんも描き方さえ習えば、アンパンマンとかドラえもん描けるじゃないですか。そんなね、図面初心者の方でも可能な描き方をお伝えしたいと思っております。研修の内容は、90分の研修を週1回、合計4週間行います。日程など興味ある方はね、ぜひ概要欄からチェックいただいて、お申し込みいただけると嬉しいです。一点注意なんですが、今回の図面研修、宿題もありますし、この4回に関しては必ず出席をしてもらいたいと思ってます。ですのでね、その時間等々が確保できる方に参加をお願いしたいと思ってます。オンライン新人研修とかをね、受けていただいてる方、もうわかると思うんですけど、結構ね、ストイックなんですよね、僕らの研修って。それでも大丈夫。この期間は時間作るよと言っていただける方のみ、参加をお願いしたいと思います。またね、宿題っていうのも僕たちが添削させていただきますので、あまり多くの人数を受け入れることが残念ながらできないです。もし興味があれば、早めにお申し込みをお願いしたいと思います。それでは、皆様と研修でお会いできることを楽しみにしております。また研修でお会いしましょう。